完全にあの兄弟の中でこれ差別されてます。どうも。今回、まあ、前回ね母の誕生日プレゼント来たので、まあちょっと実家にせっかく来てますので、実家にあるなんか懐かしいものを探してみようかなということで、まあ、うちの兄のチャンネルでね、よく我孫子のこの実家が流れるんですけど、この2階の部屋はあんまり多分なんか流れたことないと思うので、はい、この実家の2階ですね、あんまり皆さん見たことないと思うんですけども、はい、まず皆さん注目してください、このカーテンです。いや違うんです、これあの俺が生まれた時からずっとこのカーテンなんです。だいぶ長く使ってます。すごくないですか、40何年間このカーテンですよ。いやすごいですねそれ。めちゃくちゃ懐かしいですよ、これ帰るたびにこのカーテン見ると。でまあいろいろこうありますけど、これですね、皆さん覚えてますかね、佐賀 NHK 佐賀開局70周年記念ドラマ、あの人あの日。まああの今から平成24年ですから、今からもう10年ぐらい前ですか、あの初めこの花輪さん僕主役でって聞いて臨んだら、なんとうち僕と、うちの兄貴と、フワマンサクさんトリプル主役だっていうトリプル主役だって言われた、あの伝説のこの NHK の、はい、これあの宮脇さくらちゃんって、あのあ、元 HKT の方ですか、はい、この子が子供だったんですよ。へー、全然今なんか違う感じになってて大人っぽくなっちゃって、はい、まあ、本当に一緒に1ヶ月ぐらいずっと撮影したんだけど、めちゃくちゃ子供でしたけどね、小学生の多分当時中学生ぐらいだったけど、まだアイドルになる前ですね、うん、HKT に入ったばっかりぐらいで。あ、そうなんですか、うん、でも宮脇さくらちゃんがこれから絶対この子はもう売れる子ですよみたいなことはみんな言ってたよ。すごいいい子で一緒にねやったんですよ、宮脇さくらちゃんとね。こういうのあります、だからこういうの撮ってくれてるんですけど、基本的にですねこの我孫子に置いてあるものが、見てくださいこれ、新人アーティスト賞花は、多分このうちの兄貴が取った賞なんでしょう。そしてこれ見てください、これも重っ、これもなんかうちの兄貴がベスト音楽賞取った賞ですね。うん、あとこれ見てください、これ芸能新人賞花はって書いてますよね、ゴールデンアローですよね。で、あとこれ見てください、なんとかワード、あ、ごきげんよう2006、月刊 MVP 花輪ですよね。すごいっすね。でこれ親不孝の大賞っていう軽っ、これなんかわかんない、これも、はい、兄貴が取った賞ですよね、はい、そしてこれですね、極めつけは何ですかそれ、第4回お笑い芸人親子で漫才スペシャル優勝、うん、これうち兄貴です、兄貴、はい、ということはあの見てわかるようにあの完全にあの兄弟の中でこれ差別されてますあの師匠花輪さんの分はないんですか。私のやつは一個もないんです。え、これあの本当にこう見てください、 ご案内します。こっちのここの畳の部屋なんですね、はい、昔のなんていうんですか VHS ですね、これ。うわすごい量いっぱいあるんですけど、はい、はい、これ全部うちの兄貴が出た時の、はい、あのビデオです。全部兄の、兄です、こちらも全部兄貴です。じゃ最後ね、ここなんかあのここになんか僕が子供の頃のからの思い出のやつがここになんかあるみたいで、信行っていうのがあって、だこれを見るとなんか結構この親がこういうのを切り取りしてくれてたみたいです。今もう全くこれ覚えてないんですけど、これ何の雑誌なのか。あとこれも時代劇専門チャンネルのやつとかですかね。こんなのあったんだ。まあいろいろ撮ってくれてはいるんですけども、あの懐かしいのがね、この漫才協会の漫才大会をもう親が結構見に来てくれてたんで。だから平成15年、何年前ですか。20年ぐらい前じゃないですか。
この時これすごくない？見て、まだ当時漫才教団です。教団？うん、漫才協会の前、漫才教団です。教団が名前変わって漫才協会になりますもんね、はい、これが当時の師匠で、まだコロンビアトップ師匠とか春のピーチク師匠とか、へー、多分俺が漫才協会入った時ぐらいの時のやつなんですけど、はい、これ見ててすごいのがですね、まあ、ここら辺が若手になるんでしょうけど、はい、こんだけしかいないです若手が。え、はい、だからって、うん、ってことは幼少さんここにいるってことは、はい、幼少さんもまだ若手だったってことか。若手ですね。これネズッチですね。お、ケルンっていうコンビですね。はい、ネズやってましたから、懐かしい。で、この時に必ず出てくるのがこの高峰児玉さんっていう人で、高峰児玉さん、はい、この人は、はい、実は漫才協会のこのパンフレットに必ず何年も出てくるんですけど、はい、この人ね、はい、誰も、もうこの20年誰も見たことがないんですよということでね、まあ実家のやつをいろいろ調べてみると、まあ親はちゃんとこうやって漫才大会のやつも撮ってくれてたなっていうことは一つありましたけど、まあ今現在ですね、あの私が考えていることは、この高峰児玉を探す企画を今度やろうと思ってます。近日公開、高峰児玉を探せ、やらせていただきたいと思います。以上、実家でした。実家のコーナーでした。さようなら。